はい、16対9の四角の中に生きる妖精です。はい、これは中西のパカですね。パカヘリがうるさい。はい、アマゾンでね、つる買いした煩悩ってやつですね。前回黒松と能梅をやりましたけども、煩悩ね、煩悩、前回はこの黒松と能梅をやりましたが、今回この2つですね。あ、パカってやるの前回忘れてた。寒組と山もみじ。グミの木ってあんまり知りませんけど、あったか、ちっちゃい時なんか、あ、パカってまたやってない。一応パカ、はい、あの寒組、はい、もう一つパカ、はい、あのカプセル用意してないんで、はい、Amazon でズル買いしてカプセルがないもので、はい、取っていきます。はい、寒組結構反ってるんですよね、これね。これね、あの、これは盆栽になりたいと思った人が盆栽になってみたっていうフィギュア表現。私は盆栽になりたい。盆栽には無限の沈黙がある。盆栽には無言の言葉がある。それゆえ私は盆栽になりたい。奇妙です。で、これは山もみじ。ヘリがうるさい。これは横に沿ってますね。結構これも大変じゃないですか。ほら、腰痛くなりそうですね、これね。面白いですね。並べてみましょうか。寒組と山もみじ。はい。これどっちだろう。どっちないか、どっちも嫌だな、なんかしんどそうだ。まあでもこっちかな。ね、ああでも色はこっちがいいかな。こっちにしますね。どっちかなる。って言ったら、はい、こっちになろうと思います。ちょっとこれ引いて、これぐらいで並ぶかな。はい、ヘリがうるさい。鳥もうるさい。今日は鳥とヘリがすごくうるさいですよ。すいません。黒松、野梅、寒組、山もみじ、はい、やっぱ僕これがいいですね。これになりたいですね。自分から進んでなるだったらこれ、はい、2番目これですね。慣れって言われたらこれね、やりましょうかね。盆栽いいですね。盆栽の良さも残しつつ、こう面白さも加えて、これいいじゃないですか。良かったです。飾りたいと思います。はい、寒組ってどういう植物だ。ああ結構小さいものが多いな、盆栽。あ、やっぱそうだ、僕の思ってたあのグミの実、ちっちゃい時食べたぞ。なんか酸っぱいんですよね。期待して、いつもね、毎回期待して食べるんですけど酸っぱいんですよね。まあちゅうことで、はい、よかったです。はい、まじゃまじゃじゃまーい。